ハーミーズは、イギリス海軍の航空母艦、戦闘級航空母艦の4番艦、イギリス海軍で収益した最後の従来型航空母艦である。最初は、カタバル式の軽空母であったが、後に、カタバル空母としての能力の陳腐化から、コマンド母艦、ついで対戦空母に改装され、最終的には、ハリアーやシーハリアーなどを運用するストブル空母となった。 日本ではハーミス、またはハーミズとして知られている。第二次世界大戦中の1944年に、ビッカース・アームストロング社、バロー・インファーネース造船所でエレファントとして寄港された。1945年に建造が一時中止されたが、1952年に造船台を開けるために工事が再開され、1953年2月16日に船体は浸水した。 1957年まで完成せず、大規模改装の後1959年11月18日に収益した。この時の改装によって、収益時より蒸気型パルトやアングルドデッキを装備し、ジェット機運用能力を有することとなった。しかし、次第に大型化するジェット機の前に対応することが難しくなり、C ビクセンの後継艦上戦闘機として選定された。 ファントムの運用に対応できなかったことから、1971年には、カタパルトやアレスティングワイヤーを撤去して、コマンド母艦へ改装された。その後、1976年に対戦空母として再改装された後、1980年から1981年に12度のスキージャンプ勾配設置などの改装が行われ、BAEC ハリアーを運用する V エストール空母となった。1981年に退役する予定であったが、フォークランド紛争勃発により急いで整備を行った、あと、イギリス艦隊の機関となり、直前に収益したインビンシブル級、インビンシブルと共に、海軍航空隊のシーハリアーを搭載して、作戦行動を行ったほか、SAS と海兵隊の兵員を運んだ。1八十四年四月十二日に、 退役、1985年に除籍されて1986年にインドへと売却され、1987年5月、インド海軍のビラートとして再収役した。ビラートは2017年3月6日で退役となった。初代2代目3代目。ありがとうございます。